プロレタリアアートを描いた絵画階層社会の風刺画。底辺がプロレタリアートプロレタリアートとは資本主義社会における賃金労働者階級のこと。無産階級とも、個々の賃金労働者はプロレタリアと呼ばれる。雇用する側の資本家階級を指すブルジョアジーと対になった概念でカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが共産党宣言で使った例によって広く普及した。 古代ローマ時代には帝国の広大な属州から搾取した莫大な富がローマに集積し、ローマ市民は労働から解放されていた。次第にパンとサーカスに没頭して働くことを放棄した者も,も増えていった。このような市民は住民と経験すすで自分の子供以外に富を生み出す財産を持っていなかった階層としてラテン語でプロラテリアスと呼ばれた。 フランスの2月革命など、欧州各地で起きた1848年革命に強く影響を与えた、ドイツの法学者、ローレンツ・フォンシュタインが1842年に執筆、刊行した著書、今日のフランスにおける社会主義と共産主義で、この後資本主義体制下の生産手段を持たない、貧困階級の意味で使ったのが優位の書質とされる。マルクスとエンゲルスは、 1848年に刊行された共産党宣言の中で今日まであらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史であるという歴史観を述べた。その上で近代ブルジョワ社会においては全社会がブルジョワジーとプロレタリアートに分かれていくこと、そして最終的にはプロレタリア革命によってプロレタリアートが勝利し階級対立の歴史が終わることを予言した。 エンゲルスが1895年に死んだ後、マルクス主義政党として、急速に勢力を拡大していたドイツ、社会民主党において、修正主義論争が起こった。エドアルト・ベルンシュタインは株式会社制度のため、イギリスやフランスにおいて、有産層はむしろ増えていることを指摘し、共産党宣言の両極分解論を否定した。事実、西欧先進国においては、 プロレタリア政党は権力を獲得できなかった。むしろプロレタリアートが多数を占めていないロシアや中国において革命が起こった。1989年に起きた東欧革命と1991年のソビエト連邦の崩壊でソビエト連邦や東欧の主だった社会主義体制国家が崩壊し資本主義体制下で存続していた共産党をはじめとする数ある共産主義政党。 社会主義政党も社会主義革命を目指した政党綱領を放棄し、あるいは綱領中で党がもっぱらその利益を代表するとしたプロレタリアート概念を取り下げて特定の階級を代表しない、いわゆる国民政党へ転じたため、政治的に優位に用いられるのは存続した社会主義体制国家とその支配政党にほぼ限定されるものとなった。ただし、 新自由主義的な経済政策のもと、正規雇用にありつけず安定した生活が送れない、多くの人々が生み出され、経済先進国に出現した新たな貧困層をプロレタリアートになぞらえて、不安定なプロレタリアートイコールプレカリアートと呼ぶようになり、この概念は姿を変えて存続している。ありがとうございます。